財政破綻した夕張市の再建を支援してきた東京都に感謝の気持ちを伝えようと、夕張市長らが今日、出荷が始まった夕張メロンを持参して、猪瀬副知事を表敬訪問しました。都庁を訪れたのは夕張市長や夕張市農協の組合長、それに東京都から2年間夕張市に派遣され、現在は市の行政参与を務める都の職員鈴木直道さんら6人です。市長らは昨日行われた初競りで夕張メロン2玉に150万円の値がついたことを報告、猪瀬副知事にもプレゼントしました。都はこれまでに猪瀬副知事の発案で若手職員を雪かき隊として夕張に送るなど、財政破綻した町の再建を支援してきました。夕張支援をさらに甘いわけじゃありませんけども、お願いしたいところをこの辺思っております。ありがたいと思っています。都庁の職員もこれで延べ30数名行ってますからね、夕張に。そうですね、そんな甘くないよっていうことをやっぱり見て、ひしひと感じて、すごい刺激になって、おかげさんでね、もうすぐよく頑張って、今も行った人たちは全然違いますね。都は来月にもメロンの収穫を手伝う農作業体験研修を実施し、6人の都職員を派遣する予定です。